はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日から鬼滅大特集祭が始まったというわけで、ホーム画面もそれ用になってますね。まあ今日から2週間ちょっとですか、まあ楽しんでいこうかなと思うんですが、初日ログインしたらもらえるチケットについて今日やっていくんですけども、こちらですね、鬼滅の刃選べる星5チケット。これ誰選んだらいいかという定番のやつやっていくんですけども、ラインナップこんな感じで、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、忍、かなお、甘露寺さん、義勇さん、ムイムイ、姫島さん、スネオ、イグロさんというわけで、まあそうそうたる面々なんですけども、僕のおすすめ僕のおすすめはですね、下6人ですね。特に、ムイムイ、イグロさん、スネちゃん、この3人を僕は推したいなと思います。ムイムイに関してはバフ解除持ってるんで、高難度ダンジョンでも全然連れていけるし、で、スネちゃんは友情技生成数経験、これ団結で必須の性能となっているんで、まあ、持っていない人はぜひっていう感じやし、イグロさんは必殺でバフ積むし、友情も必殺変換で、あと後悔の英石18階層なんかでも使える、かなり優秀な、キャラクターとなってますね。はい。まあ、僕はこの3人を推したいなと思う。まあ、この3人もうすでに持っているよっていう人は、まあ、他のね、まだ未入手のキャラをまあ選ぶのがいいんじゃないかなと思うっていうのが、この、まあ、選べるチケットのムーブかなと思いますね。ちなみに私マルトラは、まあ、かなり悩んでるんですけども、まあ、ちなみに僕が推している下6人はもうというか、これ全員持ってるんですけども、まあ、姫島さんにしようかな。うん、まだ技レベル、9とかそれぐらいなんで上がっていなかったんで、技レベル上げる要因で僕は姫島さんを、ゲットしていこうかなと思います。というわけで、ありやす。